お金をね稼ぐためには必ずお金をくださいっていうセールスの瞬間がなければいきませんよねだから積極的にご購入いただいてまああのご入金いただきたいんですっていうふうな気持ちを素直に示すことによってまあじゃあね買ってやろうかとかねお金払ってやろうかっていうふな気持ちになるんですよね、まあ、つまりお客さんっていうのは商品そのものも欲しいんだけど商品を買うことによって売った人を喜ばせたいっていう気持ちもあるんですよね だからなるべくなら自分の好きな人から買いたいし自分の縁のあるところから買いたいって思うんじゃないですか、うん、だからなんかね、えー、同じ都道府県出身の方に思いを寄せてみたりとかね、うん、やっぱりこうどっかこういう気になる点ってあると思うんですよ、うん、でまあ私の場合は六本木ヒルズ行ってそのね出身が同じ広島っていうことでちょっとこうね心強いなと思ったところありますね 別に何かをそれによってしてくれってことじゃなかったんだけどもだけども同じ広島っていうことで、えー、それだけで励まされるって気持ちはありましたねでやっぱり広島でネットビジネススクールやっていって即下塾に関わった方ってねやっぱり即下塾が一番であってほしいっていう気持ちがあまあ芽生えるんでしょうね即下、うん、塾で活動する中で、えー、いつも即下塾が一番という,うに思ってくださってて、まあ、他の 塾とかね、なんかお誘いがあった時にも、まあ、こんなところからオファーがあったんですけど、みたいな感じでね、お話しいただいたりとか。で、当時、全国ツアーをね、いろんなあのネットビジネスの方とか、YouTuber の方とかやっていたと思います。コンテンツ販売のために集客をして、人が集まったらそこでなんかね、セミナーして最終的にこう、バックエンドセールスみたいなの結構あったと思いますけども。あの広島で、ね、そういうのをされる際には あの久保さんもゲストでいらっしゃいませんかっていうのを結構声かけていただいたりとかあのティーアップのためにねあのゲスト出演して、えー、商品の紹介してもらえませんかとか商品の紹介しないまでも今回のセールスに来る何とか何とかさんはあの私もっか塾の、ね、塾長として昔から親しくさせていただいてるんですよみたいな一言入れてもらえませんかとかねさまざまありましたね。うん、でもややっっぱりそうやって 売り上げを作るためにあの手この手と尽くしていく中でまあ億万長者になりたいとかねマイバッハが欲しいっていう人がお金をくださいとも言わないしそもそも商品持ってきてないしじゃあちょっとねあのどうにもならないよねって思いますよねでマイバッハ買うのにはどっちかっつうとセールスを受けるわけですから、うん、それじゃあかんやろみたいなね売りもしないのに売りには来られるみたいな あとはいろんなセールスを目の当たりにしてセールスの方法をやっぱり体感するってのも大事ですね実際に車だったら車のショールーム行ったりとか試乗会に行って必ずセールスとかがありますから見積もりをザーンと出されてねでこういった見積もりでどんなイメージを持たれてますみたいな感じでそこではやんわりとしかセールスしてこないんですよ、うん、頭金が300万くらいで月々の支払いが10万で でえー、頭金のなんか反対にですねあの残金っていうやり方があるらしいんですよ頭に300円5年支払いを毎月10万そして全部が支払った終わった後残金を245万円払ってくださいみたいな感じでね頭金と尻尾金っていうのか分かんないですけども <laughs>、うん、だから通常頭金しかないじゃないですかそれを頭金があってローンがあって、えー、残額があってみたいな感じでコブがね頭と後ろに2つつつくって感じですよねまあいろいろと考えるもんですよね ちなみにその一番後ろのコブっていうのはその時点で車の査定をして車を買い取らせてもらって相殺ってこともありえるとか言ってましたね、まあ、こういうふうに言われると非常にこうなんかハードルが低くなるような気がしますね、まあ、売るために工夫をどうできるかっていうのは様々なセールスにこう立ち会うってことなのかなと思いましたねそれじゃあ